さあ始まりました、アイナチャンネル福島ヒンバステイクス2021最終予想。いきなり時空間の方を公開していきたいと思います。また川田なのかというところですね。本当に川田騎手絶好調で、今回も一番人気です。そのあたりですね、徹底的にお話ししていきますということでですね、時空間の公開からいきたいと思います。時空間候補は3頭です。絶好調、川田騎手、鞍上のドナ・アトラエンテ、それからですね、秋華賞4着馬のパラス・アテナ、そしてですね、2番人気、シゲルピンクダイヤ。果たして、この中から私が時空間に指名する馬はどの馬なんでしょうか。ということですね、時空間の公開に移っていきたいなというふうに思っています。晴れた良馬場の競馬場だったらですね、この馬の切れ味というのがですね、間違いなく生きるんじゃないかなというふうに思っております。ドナブリーニ、ディープインパクトの血を受け継ぐドナ・アトラエンテ、この馬はですね、本命馬に指名したいと思います。ということでですね、本命馬の根拠にもなるですね、展開予想の方ですね、見ていきたいと思います。走破時計1分45秒8ぐらいです。前半が59秒1の上がりが33秒9、高速馬場のですね、新潟競馬場を考えるとですね、このぐらいの展開になるのかなというふうに予想しております。ということでですね、人気馬の位置取り、一番人気のドナートラエンテですね、大体ですね、5、6番手の外側のポジションを取るのかなというところでございます。そしてですね、シゲルピンクダイヤがですね、4番手ぐらいでですね、先行していくと。それからですね、その後ろですね、ドナートラエンテの後ろにですね、パラスアテナ、このようなですね、展開になると予想しております。ディアンドル、この馬がですね、早いですね、逃げます。ロザムールも行きそうなんですけれども、どちらかという展開ですね。おそらくですね、ディアンドルが行ってですね、ペースを作り出していくと。そこまでですね、落としたペースにするのではなくですね、まあ前半からですね、引き締まったペースになるのかなというところですね、縦長の展開になることもですね、予想されます。ということでですね、前半が59秒1という入りになっております。それからですね、追いかけるようにですね、ロザムールですね、前走もですね、非常にいい競馬しましたけれども、この馬はですね、やはりコーナー4つある方がですね、競馬しやすいと思いますので、今回このポジションなんですけれども、プラスとは言い難いと思います。一方でですね、その後ろのシゲルピンクダイヤ、この馬はですね、非常にいいポジションなのかな。特にですね、新潟競馬場先行馬がですね、伸びるというところがですね、続いていますし、この辺りからですね、急に外に持ち出してですね、先行からですね、楽抜け出しという形もですね、考えられます。かなりですね、この馬もですね、今回注目していかなければいけないのかなというところです。そしてですね、やはり一番注目なのはですね、その後ろのドナートラエンテですね。間違いなくこの馬の切れ味だったら新潟競馬場が一番合っているというところですね、お伝えしておきたいと思います。牝馬限定です。戦ですし、54キロというですね、斤量もですね、この馬にとってはですね、間違いなくプラスになってくると思います。このポジションからですね、最も切れ味を生かせる展開に持ち込める川田騎手でしたらですね、今回ですね、3着以内を外すことはほとんどないのかなというところでございます。この後ろの馬ですね、やはりドナートラエンテを指すようなですね、展開にならないといけないので、なかなか勝ち負けには絡んでくるのは難しいと。やはりドナートラエンテより前にいる馬っていうのがですね、一泡吹かせる可能性があるのかなというところでございます。それではですね、福島牝馬ステークス印の公開に移っていきたいと思います。印の公開ですね、ドナートラエンテ本命馬です。ドナートラエンテ一番人気が予想されていますけれども、この馬はですね、1、2着固定ぐらいにしたいなというふうに思っております。続いてですね、注目しているのがシゲルピンクダイヤ、2番人気以下はですね、非常に混戦だなというふうに思っております。黒三角がムジカ、そしてパラスアテナ、抑えが4715というところですね。基本的には先行馬から行きたいよというところはですね、間違いないところでございます。ドナートラエンテを中心にですね、この後徹底的にですね、本命馬、それから対抗黒三角まで解説していきたいと思います。
ではなぜドナートラエンテが本命なのかというところですね、詳しくお話ししていきたいなというふうに思っております。正直前走本当にですね、実力をすべて出し切れなかった、非常にかわいそうな競馬になったなというところでございます。露骨にですね、悪い馬場、この血統にはですね合うはずがないというですね、馬場になりました。前走はですね完全に度外視していいよというところですね、今回改めて期待したいところでございます。非常にですね注目すべきところはですね、新潟 1800m の相性ですね、1100とですねオール連帯、唯一のですね経験馬、このメンバーの中でですね新潟の 1800m を経験している馬、この馬だけです。直線の長い競馬場、それからですね左回り、外枠に入ったこととミドルペースということを考えるとですね、紛れもなく非常にですねこの馬にとってはですね有利な展開に持ち込めるだろうなというところでございます。一切の不安もございまして、この馬にとってですねこれ以上にベストな舞台はないのかなという印象が今回非常に強いなというところですね。まず間違いなく連帯は果たしてくるかな、単勝でもですね美味しいのかなというふうに思っております。続いてですね、シゲルピンクダイヤについてお話ししていきたいと思います。中枠の先行馬で展開的には推奨したい。左回りのですね直線勝負、これもですね大和メジャー3区っていうことも考えるとですね、プラスにしかですね働かないという印象が強いです。基本的にはですねクリアしてくれるはずの新潟 1800m の条件ですね、初めてにはなりますけれども非常に注目して見ているところでございます。スタートにこそですね課題があった馬なんですけれどもですね、ここ最近はですね直線ではですね中段から抜けてくるような形がですねやはり合っているのでですね、スタートもですね最近克服していますし、非常にですね充実しているのかなという印象が強いです。54キロの斤量でですね実績も豊富ですし、今回はメンバー的にも恵まれているということから考えますと、非常にこの馬ですね注目して見ていきたいなという印象が強いです。この馬も最上位候補ですので逆転までですねありえるなというふうに思っております。最後にですね3番手のムジカについてですねお話ししていきたいなというふうに思っております。自己条件の前走はですね2着と惜しい競馬は続くんですけれども、そこまでメンバー的にですね一気に強化されるというところはですね牝馬限定戦ですしないのかなというふうに見ております。この馬そもそも秋華賞は8着ローズステークス2着というところですね、条件的にですね左回りの方が合っていると思いますし、ローズステークス2着も考えますと今回も十分に穴を開けるチャンスをですねあるのかなという印象でございます。素質もさることながら左周りの 1800m は確実ですし堅実だと思います。展開に左右される客室っていうのがですねこの馬にとっている一つのウィークポイントではあるので、軸に的にはですね厳しいんですけれども最後には必ず伸びてきます。この馬も上位候補の1頭ですので、非常にですね人気的にはですね、自己条件をですね勝っていないクリアしていないというところからですね軽減されがちですけれども、狙っていきたい1頭であることは間違いございません。チャンネル登録よろしくお願いいたします。概要欄のメール登録をお願いいたします。さようなら。